どうも、こんまちわんこ、すっころべーこです。仮面ライダーギーツ第33話の感想動画です。未来人っていうかね、チラミが想像以上に終わってましたね。一応そのビジョンドライバーを取り返して、デザグラを再開させるっていう目的がありはしたんですけど、仮面ライダーたちをね、集めたのがね、各プレイヤーがバッファという強大な仮面ライダーに挑む構図がエンタメとして面白いからという理由だったり、 それを批判したつむりに対して、人の命なんてどうでもいいなんて言ってましたからね。これ見よがしにね、デザグラ運営側を悪人っぽく見せてきますね。 ギロリのね、エースに対してのくだらない願いっていうのは、運営のことを探っているという部分での批判的意味合いが強くて、デザインされた、いわゆるゲームマスターとしてのロールプレイ的なものなのかはわかりませんが、ウ映画ウェイでのギロリはね、デザンとなった世界を救った仮面ライダーに敬意を持っていた分、今回のチラミのね、人の命なんてどうでもいいとか、 あんたら古い時代の人間が浅ましいだけっていうのは、なかなかね、ショッキングな言葉でした。ある意味では、ギロリがゲームマスターのままだと、エースの運営の裏を探るような願いというのも、創世の女神のからくりを思えば、知られてはいけない部分だったとは思うので、中間管理職も大変だよな、くらいの中途半端さで終わっていたような気もするんで、チラミくらいゲスな方が、ポーズとしては分かりやすくなったと思うと、必然的な退場だったのかなとも思います。人のの不幸の上に成り立つ願いと感じ 考えるとそんなくだらないことに、貴重な創世の女神の力を使うなっていう部分もある。意味共感はできます。まあどちらにしても。 工業として過去の人間を巻き込んで見せ物にしているという点ではどんな綺麗事を言おうとね同じ穴の無事なではあるんですけどねまあ気持ちとしてはマシだよねっていうレベルですかねそれにしても今週は色々と詰まりすぎていましたねタイトル通りのバッファ無双と待望のベンとジョンの初変身再び記憶を取り戻したネオンそしてエースの復活ネオンに関してはね何も知らない方が幸せなんじゃないかと今週キュンも言っていましたが何も知らない方が幸せな ことだって確かにありますけどネオンってそういう仮そめの幸せを良しとするような子ではないというのは今までの描写ややっぱり本当の愛っていう願いに現れていると思うので今となっては技術という作品の題材の一つとして幸せと不幸っていうのもあると思うので今後彼女がどのように活躍するのかというのも気になるところですねベロバの言うねナーゴが真実を知った不幸っていうのもなかなかにそう思うと浅いですよね 知ってしまう不幸もあれば、知ることができない不幸だってあるわけですから、練習の敗者にチャンスをあげたくなっちゃうとか、勝者が勝ち組のまま暮らすのが気に食わないといったセリフからもわかるように、表面上の物事しか見られない人間っていうのをよく表しているなって思います。逆に道長が、 ネオンがコアに触って記憶を取り戻そうとするのを阻止したのは、ある意味では彼にまだ優しさが残っているっていう部分で少し嬉しかったりもします。今のね、道長の願いそのものが独善的なものとはいえ、行き過ぎて優しさでもあるとは思うんですけどね。 こういうこと言うとね、道長は一般人を巻き込んでるからとか、どうたらこうたら毎回言ってくる人がいるんですけど、優しさからの行動だから許してあげてねとか、そういうことをね、言ってるわけじゃないと思うんですよね。彼の行動が許せる許せない好き嫌いと、キャラクター描写としての整合性って全く別のところにあると思うので、 今の道長の変化は、ちゃんと描写されていたものだと僕は思っていて、ずっと的外れな批判されてる印象もあるので、はっきりとデザイアグランプリが存在しない世界が望みって言ってくれたのは、ある意味良かったかなって思います。なんでデザイアグランプリが存在しない世界って願わないんだって思った人は、冬映画を見ましょう。 まあ実際ここはちょっと保管して欲しかったところはありますけどね。この願いね、別の形で叶っちゃうんですよ。あとは今回、世界改変後の世界が再び描かれましたね。今知っている情報で言えば、愛者は願う心を失われる。これはね、ベンとジョンの会話で、ネオンが最近配信も家でもしなくなったっていうところで、再び描写されましたね。 道長がね、邪魔シーンとなって願いを叶えた後も、エースのその行方不明報道を見る限り、それまでのデザシンの願いが上書きされるっていうこともないようですね。あとは、ま、あこれはどうなのかちょっとわかんないですけど、敗者となって復活できなかったライダーたちも、 存在そのものは人々の記憶から消えていないみたいですよね。クラム財閥がね、いろいろ揉み消していたっていうのは、こういう行方不明者のことだったりもするんですかね。報道規制まではされないものの、エースや競馬の捜索などはよくやりが入って、うやむやにされてしまうのかもしれません。 ただ、記憶を改変して、エースもケイワもいなかったことにすればいいだけじゃねえかなとも思ったんで、この自己処理の部分は、ニラムがいなくなってるっていうことも影響してそうですから、今回のエースやケイワの処遇っていうのは、イレギュラー的なものなのかもしれませんね。 メタな視点で見れば、反則上主人公が出ないってことはありえないんですけど、復活の仕方が本当に良かったですね。おそらく創世の女神候補であるナビゲーターつむりが、奇跡の力を宿したと思われる描写からのエースの復活、そしてオープニングが流れて、グレア2に重口を向けて、予告ではデザグラに宣戦線布告。創世の女神の息子であり、転生を繰り返す宿命がある彼が、特殊な人間であることは間違いないんですが、技術ツの復活は世界の奇跡か。 絶望かっていう言葉も気になりますね。ツムリがエースのことを思ったから復活したのか、エースだから復活できたのか知りたいんだ。俺の生きてる意味は何なのかっていう回想を挟んできたのも何か思わせるものがありますね。そもそもなんでデザイアグランプリなんてものが開催されたのか、ただの過激なエンタメだと思われていましたが、やたらめったらスウルが意味深なことを言っていますし、今回のツムリの描写を見る限り、ただの趣味が悪い娯楽では終わらなそうですね。ジーンが言っていた初期の から今のデザグラ、そして来週からのデザロワーの変遷っていうのも、メタ的な側面で見れば、今の仮面ライダーのように、視聴者が感覚麻痺して過激になっていったくらいの技術お得意のメタに突っ込んだ設定かなくらいに思っていたんですが、初期のデザグラそのものが、 創生の女神を作り出すために行われた儀式のようなものだったんですかね。三つ目がね、奇跡の力を宿し、いわゆる初代創生の女神となって、今のライダー同士が競い合い、ジャマトから世界を守るデザイアグランプリが開催されたように、ツムリが覚醒したことによって、新たなステージ、デザイアロワイヤルが開催されるっていうことなんでしょうかね。ライダー同士が競い合いながら共通の敵を倒すっていうものだから、いわゆるライダー同士の殺し合いに過激度が増しているのも、それだけ、 接種する願う力が大きくなっているとかそんな感じなんですかねデザグラが開催されている時代の人間からもそうですけどデザグラを見ているオーディエンスからも何かしら接種をしているのかもしれませんねとまあ今のところ何とでも言える状態なので妄想し放題ですねでも少なくとも今までの番組プロデューサーゲームマスターナビゲーター骨入社のバイトっていうテレビ番組を構成する裏方や出演者と違って スエルはエンタメ性っていう部分とは外れた目的がありようにも見えますし、俺はデザグラを許さないっていうエースのセリフもそうですけど、やっとね、技術の戦わなければいけない敵が見えてきたのかもしれませんね。ま、あそんな中で、まさかの目的が合致したエースと道長、彼らの関係性にも変化が生まれるんでしょうかね。とはいえ、創生の女神の処遇に関しては、意見が真っ二つに分かれそうではありますし、目的が同じだから協力するとかなるんですかね。 お互いに邪魔はしないけどくらいな距離感な気はするんだよな。じゃあ、最初とあんま変わんねえな。 次回は皆さん待望の仮面ライダーナッチスパローが登場。さらに、デザロワにはケイワの姉である桜井サラ、そしてネオンも参戦するようです。未来でキューンと暮らすっていう選択肢も取れたであろうネオンですが、彼女が戦う理由というのは何なんでしょうかそれともどこぞのカードデッキで変身するライダーみたいに強制召集に巻き込まれるだけなんですかねっていう穿ったことを思ったんですけど、そういえばね、そもそもそのドライバーとクワが届いたら、 ライダーへの片道切符、後戻りはできないっていうルールがあるから、 少なくとも世界改変が起きるまでは戦わなきゃいけないんですよね。とはいえ、リタイア自体はできるから、戦うつもりがなかったら、そのまま戦わず退場もできるから、やっぱりネオンの意思か強制召集のどっちかではあるのかな。多分デザロワでまたルールが変わって、途中退場みたいなのができなくなるっていうのはちょっとありそうかなって思うんで、そして今回8割くらい無視されていたタイクーンですが、キケラが何かしら動いていると匂わせてるので、彼も何かしらの力で 復活はするんでしょうね。エースも道長も、創生の女神の力は使いつつも、運営の想定していないパワーアップを果たしていますが、おそらく、復活してパワーアップするであろうケイワは、どのような経緯で強化アイテムを入手するのか、そこも注目したいポイントですね。可能かはわかりませんが、創生の女神の力なしでのパワーアップを見たいものです。ってなると、やっぱりケケラはキーマンになってくるんですかね。 一応なんか来週ベロバとの絡みがあるようですが、運営の力を頼らずに自分のつてというか、まあ知識、力なのかはわかりませんが、そこでケイワを復活させようと目論んでいるようなので、彼が何かしらのパワーアップアイテムを用意するみたいな展開になるんでしょうかだとしたらやっぱりケケラ何者なんだってなるような気もしますが、これからも特撮についての動画を出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。